標準 SIM、マイケロ SIM、7SIM の3サイズに対応したマルチカット SIM。楽天モバイルは楽天モバイル株式会社が提供する移動体通信事業のサービスブランドである。楽天カーザ楽天モバイルは自社モードとして 1.7GHz 帯のうち1730から 1750MHz 及び1825から 1845MHz の各20。 メガヘルツ帯を占有する。2020年3月末時点で、東京都、愛知県、大阪府の中心部を主体としたエリアに4738の基地局を稼働。自社網の電波の届かない場所では、au のネットワークにローミング接続するが、人口カバー率が70%に到達した都道府県では、順次、ローミングサービスが終了することになっている。また、 宅内において電波状況が悪い場合らは無線 LAN ルーター機能付きの小型フェムとせる楽天カーザを販売している。購入費用に対して R ポイントバックを行っているため実質無料で提供している。当初は楽天光と楽天のプロバイダが必須条件だったが現在は楽天モバイルの指定する光回線及びプロバイダとなり条件が緩和されている。 新規加入及び他のキャリアからの乗り換えで選択できる料金プランは下記の楽天 UN リミット6のみとなる。なお、MVNO の楽天モバイルから乗り換える利用者に対して MVNO の料金プランのままでマのサービスへの変更を受け付けるとしていたが、実際には楽天 UN リミット6以外のプランはない。出店。料金は消費税別。 基本料金の計算で用いるデータ通信量は楽天モバイルエリア au ローミングエリアの合計楽天 UN リミット系プランの全契約者が新プラン開始時に手続き不要で自動アップグレードされている o OPPO レノエ 128GB 現在楽天モバイルでは一部の機種でのみ全機能が利用できる通話や SMS に利用される楽天リンクアプリは Android および iPhone 向けに提供されている。また、有資による検証にはなるが、一部のモバイルルーターでも動作することが確認できている。当初 iPhone について、公式には動作保証外としていたが、iPhone XR、iPhone XS 以降の機種であれば、通常の SIM カード及び SIM をインストールすることにより、通話、通信に対応すると発表していた。 またサービス開始当初は iOS 版の楽天リンクアプリがなかったため音声通話、SMS の送信が有料となっていたが2020年7月7日に iOS 版の配信を開始したことにより iPhone でも一部機種を除き無料での音声通話、SMS の送信が可能となった2021年4月30日より iPhone12 シリーズ及び iPhoneSE の販売を 開始するのに合わせ、同月27日より iOS14.4 以降を搭載し、最新のキャリア設定アップデートを実施した iPhone 6S 以降の端末での正式対応が行われるようになった。ただし、楽天モバイル au ローミング回線の自動、切り替え機能が iPhone 12シリーズ以外では対応しないなど、機種により一部機能に制約がある。また技術的都合を理由に、 iOS 版の楽天リンクの仕様が変更される予定があり、これが実行されると、楽天リンク以外から受信する電話、SMS、および楽天リンク以外へ発信する SMS は、楽天リンクではなく iOS の電話、メッセージを利用することになり、一部サービスで利用料金が発生する。チンのモバイル ZTEU ロング、コンピューターテレコミュニケーションサイエンティフィック楽天。 モバイル公式サイト上で明記されている端末、上述の1000倍端末は除く。Apple 富士通コネクテッドテクノロジーズ Google ググ、f ウ r イ、w a y NEC、プラットフォームズオッポサムスン電子ジャパンシャープソニー、モバイルコミュニケーションズ社を見、ありがとうございます。